皆さんこんにちは。テレビアニメ進撃の巨人でライナーブラウン役を演じています細谷義正です。そうですね、このパート2が始まるっていう風に聞いた時にパッと思い出したのは、アニメジャパンで花江夏樹さんと、さくらあやねさんと一緒にコントっていう聞き慣れない単語、今年の冬って意味なんですけど、コント放送開始っていう40秒ぐらいのね動画を撮ったんですよ。そのことを思い出しましたね。最後に花江くんが待てないよって言ったんですよ。それすごく印象的で、あ、それが今やっと始まるんだなという、そういう思いと、ファイナルシーズンパート2パート何まであるのかっていう思いがやっぱりありますね。はい。でもなんかこうやっぱり作品ファンの方々は待ちわびていたと思うので、それは喜んでもらえてるだろうなっていうことと、演者さん自体もまだかなっていう空気はあったと思うし、だから余計だと思うんですね、観客の皆さんは。だから満を持してのファイナルシーズンが始まって、パート2がこれだけ間を空けずに始まるのは良かったなっていう感じがしてます。はい。そうですね、どのようにっていうとなんか難しいんですけど、何をイメージしたかっていうと、なんかこう戦場で疲れ切って帰ってきた一人のくたびれたおじさんっていうのが僕の中でイメージがあって、なんかそれはライナーのキービジュアルを見た時に、その制服というか軍服というかを着てる姿の、例えば第一ボタンがちょっとはだけているとか、ひげがちょっとくたびれた感じでついているとか、本当進撃の巨人のそのファーストシーズンの時のキービジュアルの肌がパンとした感じからちょっとこけてる感じになってるとか、ああいうのをこうに触発されたというか、あれでイメージしながらキャラクターを作っていったなっていうのを思い出しますね。本当はめちゃくちゃ強いんだけどそれを出さないとか、なんていうか戦地で受けたショックな出来事をフラッシュバックのように思い出してしまうシーンとか結構あったんですけど、なんかそういうのをこうより人間らしく、あるあるとかいるいるっていう感じにやれたらいいなっていうふうにイメージしながらアフレコをしていたと思います。これはね、たくさんあるんですよ、たくさんあるんですけど、あえて言うならライナーがの最初の登場シーン、ファイナルシーズン最初の登場シーンで飛行機から降下しながら、また壁かよって言いながらこの手首を切るシーンっていうのが結構印象的で、また壁かよっていうのがなんかすごい、なんかこういろんなものがなんか漂ってる感じがして、なんかアニメジャパンのイベントでも確か喋ったんですけど、進撃の巨人ってアフレコのそのカロリーというか大変さが非常にこう過酷な現場だったので、そこにまた戻るのかという気持ちってこうどこかしらにやっぱりあったと思うんですよ。それが別にこう否定的な意味ではなくて、またまた戦地に戻るのかじゃないけど、なんていうか声優にとって
自分の声がなくなるかもしれないっていう、なくなるかもしれない、奪われるかもしれない戦場に戻るっていうね。そう思うとやっぱなんかまた壁かっていう感じってあると思うんですけど、なんかそれ、そういうつもりはなかったけど、なんかこう後から見返すとそうだったのかなっていう、個人的にくすりと笑ってしまうところもあるような、いろんなこう捉え方ができるシーンなので、めちゃくちゃ印象に残っています。はい、そうですね、ライナーは、まあ、僕がそのライナーのアフレコをしてるので、そう思うのかもしれないんですけど、なんかちょっとエレンに対して気を使ってる感じがあるんですよ。なんだろうな、眩しすぎるというか、まっすぐすぎるというか、そのまんますぎるエレンを多分ライナーっていうのは感覚的にそれを感じていて、ライナーってこう調査兵団にいた時から模範的な立ち位置にいたと思うんですよね。強いなんかリーダーみたいな。だから模範的な立ち位置にいるっていうのって、本人が望んで模範的な立ち位置に行ったんだろうなって思っていて、僕はそう感じていて、で模範的な立ち位置に行って、模範的な立ち位置に収まるという仕事を与えられなければ、ライナーというキャラクターは自分を保てなかったんだろうなっていうほどの弱さと繊細さを持っている人だと思っていて、だけど自分はその同じ調査兵団からの尊敬もあり、上司からのきっと信頼もあって、なんかそうあらなきゃいけないみたいなのがずっとあったと思うし、だからこうエレンに対してもその最初はちょっとお兄さんみたいな感じで立ち位置で接してるんですけど、なんか崩れていくんですよね、物語が進むにつれて。強く見せていた人と強い人っていうか、なんかこうそれはすごいなんか物語が進んでいくにつれて感じていたことで、ライナーは多分エレンに対して気合が入りまくったやばいやつだっていうのをずっとなんとなくやっぱ匂ってきて、だけど自分はリーダーだし模範的な調査兵団の団員だしって考えると、自分も気合が入っているんだっていう風に見せてたと思うんですよね。偽物と本物みたいな、本物の圧が強すぎるんでちょっと引いて気を使ってるみたいな、なんかそれはねすごい感じてましたね。なんかこうアフレコしてて同じシーンとか見てもちょっとと思ったりとか、印象的でしたし、ライナーがちょっとメンタル面でなんかおかしくなっちゃったりとか、巨大樹の上とかでエレンをなんかもうぶち切れさせるような独り言みたいなことを言うんですけど、記憶があるのかないのか、自分で自覚してるのかないのかみたいなことを言った時にエレンにめちゃくちゃ切れられるシーンなんですけど、あれってなんかすごくギリギリだと思ってて、なんかなんていうか自覚してないから異常に見えるってとされてるけど、意外に自覚して逃げてるだけなのかなとか、なんかそういうこう悪い面から考えるとすっごい面白いキャラクターだなと思ってて、うん、ライナーが自分を強く見せている虚勢を張っている弱っちいずるい大人だとすると、エレンっていうのは
子供の純粋な心をずっと持ったまま育ってきたキャラクターで、そういう人に対してずるい大人って嘘はつけないと思うんですよ。こいつに言ったらバレるなっていう、矛盾をすぐに突かれるなっていうのが多分あると思ってて、そういう怖さがなんか気遣いのようにもう見えたりするような関係性に僕は感じています。ファイナルシーズンパート2を楽しみにしているファンの皆さんへメッセージをということなんですけども、ファイナルシーズンパート1は、制作会社が変わってマッパさんが作った、最初のシーズンだったと思うんですけど、まあいろいろやっぱりこう引き継いでいく中で、なんていうかやっぱりこう続けてきたその物語や作品に対しての敬意っていうのはすごくやっぱり感じられるファーストシーズンだったなって僕は思っているんですけど、今回やっぱりそのセカンドシーズンっていうのはいよいよあのそこを掴んでオリジナリティも出しながら、そして物語も佳境に向かいながらこう表現していく作品になるなと思っているので、そういう意味でもなんかこういい意味で本領発揮されていくような作品になるんじゃないかなと思っていて、そういう意味でなんかこう絵作りとか演出とか、音楽とか、そして、僕たちキャスト、あとはスタッフの皆さんとか、いよいよこう馴染んでいくことになるんだろうなと思っていて、その馴染んだ中で生まれてくる何かというのはきっとファーストシーズンを超える、エンターテインメントになっていくんじゃないかなと皆さんには期待して待っていていただきたいなと思っています。テレビアニメ進撃の巨人ファイナルシーズンパート2は NHK 総合にて2022年1月9日24時5分から放送開始です。ライナーブラウン役の細谷佳正でした。